みんなお待たせ。ニュースの時間だよ。個人的な話で恐縮なんだけど、僕最近ちょっとおかしいんだよね。自分が自分じゃないっていうか、こうしてテレビに出て人気もそこそこでリッチな生活もさせてもらってるわけだけど、なんか違う気がするんだよね。ベルダイムで大冒険を繰り広げた時は、そりゃもう血湧き肉を踊ったものだったよ。10万の勇者軍団との壮絶な戦い、伝説の英雄との一騎打ち、そして姫君との甘いロマンス。いやあ、ごめんごめん、つい昔のことを思い出しちゃって。ヒーローのちょっぴりセンチな気持ちをちょっぴりお茶の間におすそ分けさ。それじゃ次のニュースに行こうか。僕主催のチャリティーコンサートの映像をたっぷりとお届けするよ。チャリティーコンサートですって？ダークヒーローがいいことしてどうすんのよ。ダークヒーロー魂を失ったアクターレちゃんは、私が惚れ込んだ男とは違う。アクターレちゃんの目を覚まさせるにはもうあれしかなさそうね。